地方総監府は、第二次世界大戦最末期6月の日本において、本土決戦のため全国8カ所に置かれた、都道府県の上位に位置する内務省管轄下の地方行政機関である。敗戦後の同年11月に廃止されたため極めて、短命に終わった。中国地方総監府の庁舎が置かれていた旧、広島分離科大学本館前。 A など連合国との太平洋戦争を戦っていた。日本では1945年に入って東京などの大都市が空襲にあい、また沖縄で地上戦が開始されるなど、遠からず連合国の本土上陸が予想される選挙区となった。政府、内務省は敵軍の本土上陸作戦により国土が分断される事態に備え、全国を軍管区に対応する8区域に分け、 地方行政を強力に統合し連絡調整を行うことで各区域の自前、自活体制を構築するため、同年6月10日、直例第355により地方総監府を設置した。同時に従来全国8都道府県に駆置されていた地方行政協議会が廃止されている。なお 地方行政協議会が設置された昭和18年7月1日直例第548号では北陸が関東及び東海とは別に設置される旧協議会体制だったが昭和20年2月1日直例第44号により北陸地方行政協議会が廃止され新潟県と長野県は関東新一地方行政協議会が富山県と石川県は 東海北陸地方行政協議会が、福井県は近畿地方行政協議会がそれぞれ所管することに改められ、そのまま地方総管府の所管区域に引き継がれている。各総管府は所在地の地方官庁とは別個の行政組織とされ、またその長たる地方総管の権限は強大で、管内にある都道府県知事への指揮権、管内における地方総管府令の交付権、 非常事態に際しての当該地方の陸軍、海軍司令官に対する出兵要請権などを有していた。しかし現実には空襲の激化に伴い、関内知事の会合を開くこともできず、中央と各府県を連絡する機関以上の役割を果たすことはなかった。敗戦直前の8月6日には、原爆投下により、大塚伊勢中国地方総監が被爆死したが、これが、 地方総監中唯一の戦災使者であった。8月15日の敗戦後、9月28日の閣議により地方総監府の廃止が決定され、GHQ の承認を経て11月6日直例第627号により廃止された。総監府に代わる地方行政の総合調整機関としては、地方行政事務局が7カ所に設置されたが、北海道には設置されず、 北海道庁長官がカラフト及び北海道における行政の総合連絡調整を行うこととされた。以上のように歴史的存在としての地方総管府は存続期間が極めて短かったこともあって地方行政組織としては十分に機能することはなかったが近年のいわゆる同州制論議の中で同州制の先駆的存在として言及されることが多くなっている。 札幌に設置され、北部軍管区に対応するカラフト、北海道の2町を管轄。仙台に設置され、東北軍管区に対応する青森県、岩手県、秋田県、宮城県、福島県、山形県の6県を管轄。東京に設置され、東部軍管区に対応する東京都、埼玉県、山梨県、神奈川県、千葉県、栃木県、茨城県、群馬県。 長野県、新潟県の1と9県を管轄。名古屋に設置され、東海軍管区に対応する愛知県、岐阜県、静岡県、三重県、石川県、富山県の6県を管轄。大阪に設置され、中部軍管区に対応する京都府、滋賀県、福井県、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県の2府5県を管轄。広島に設置され、 中国軍管区に対応する広島県、島根県、山口県、鳥取県、岡山県の5県を管轄。高松に設置され、四国軍管区に対応する香川県、徳島県、高知県、愛媛県の4県を管轄。福岡に設置され、西部軍管区に対応する福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、 沖縄県の8県を管轄。各地方総監は新任官であった。また先日の通り地方総監府自体は、各都道府県とは別個の独立した組織であるが、総監に任命されたのは多くの場合、総監府所在地の都道府県知事の任にあった人物であり、特に関東新一地方総監は東京都長官の兼任であった。以下、特に断らない限り、 各総監の任期はいずれも1945年6月10日より同年10月31日までである。ありがとうございます。